7つあった。挨拶。レッド・ブラウン、いつまで。ドラゴン。
冒険してるステージをいっちょやってみっか。Thank you.
冒険してステージを選んでくれよな。いっちょやってみっか。ちっ、くっ、くん。のような小僧、俺が手を下すまでもない。おい、そのガキを身動きできなくなるまで痛めつけてやれ。
である、あくまで。シルバー、どういう…ど…も…ぼうか…何も…失敗…は…じゃ…冒険してステージを選んでくれよ、ニッチョ。やってみっか。きっと
冒険してステージをエラピッチョやってみっか。ハメ！ハメ！
データを選ぶのじゃ。頑張るんじゃぞ。遊びテーマの冒険指定ステージを選んでくれ。じゃあやってみっか。Yeah!
れ。Ah!
冒険してステージを選んでくれ。じゃあやってみっか。
Come on!
冒険してステージをエラニッチョやってみっか。ここに。よっ、おい、貴様が死ぬところをじっくりとモニターで拝見するとしよう。さすがのお前もその怪物ブヨンにかかってはおしまいだ。食われてしまうがいいぜ。
わかっ。な。お。小僧。ば。うわ。しょ。さ。よ、よくも孫悟空いじめたな。悪いやつ、やっつける。孫悟空。それよ。俺。なら。うん。ドラゴン途方に暮れ。サム頑張れ。次だ。冒険してステージをいっちょやってみっか。西の道だが、ブルーシュ、ドロッ、魚雷。おお、見て。おい、ヘッドリブ。また。洞窟こんな。お、そうだ、先生。あなた送る。海賊。Thank you.
海賊たちの港だわ。ホラーの中にこんなすげえとこがあったんだな。これじゃ海賊の基地が絶対に発見されなかったわけね。これで宝物がしまってあるのは確実になったわけだ。なるほどね。今ここでガキたちを殺してしまうより宝とボールを発見させた方がお利口さんね。ん？何かいつを？ギク！レッドリボン軍か？違う、人間の気配じゃねえ。人間じゃないって、まさか海賊の亡霊？冒険しているキニッチョ、やってみっか。今、急ぐ。
冒険してステージをいっちょやってみっか。さあ、行って。待て。そん、果たして。と、くれ。ああ。これは…私に襲いかかるなんて失礼なやつね。でも見ての通り、もうこの化け物は私の思うがままなの。これがどういうことかわかるわよね。さあ、死ぬ覚悟はできたかしら。Yeah!
よく…これは…ブラウン…そこの…二人…せ…ゴーク…また…大…大きな湯な、なんで、そ、私、二人とも、冒険指定ステージを選んでみっちょやってみっか。ブルこんな…うら…レッドボール…リッド…ち…そこのま…さあ…すごい…
服が汚れたではないか。聞いてね。ガキだが、お前、冒険してみっちょやってみっか。うわよっせっわしいまま、あーやだ。なるほど、そんな、うん、え？別、あ、調整。全、お、はい、うわ、はい。
冒険してスネニッチョやってみっか。ファイヤー！ 逃げろー！
冒険してステージをいっちょやってみっか。さあどれでは。本物かわかるかな？カーッ！こっちじゃ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 ！冒険してステージいっちょやってみっか。悟空を。小僧、例のボールがまだ一つ残っていたはずだ。出せ。言うもんか。ご情なガキだ。では望み通り殺してやろう。隠したて直した服を台無しにしようってもう許さんぞ。あっ、だー
私が悪かった。許してくれ。頼む。この通りだ。もう二度と悪いことはしない。お願いだ。許してくれ。ん？引っかかったな。さらばだ。死ねー。と、あっ。だ。冒険指定ステージを選んでくるよ。一応やってみっか。了解。
冒険してみっちょやってみっか。Thank you.
冒険してステージをみっちょやってみっか。ここまで来たか。おめえがレッドリボンの親分か。そうだ、たったさっきからな。おめえらが持ってるドラゴンボールはオラがもらうぞ。どうだ孫悟空とやら、こうしないか。私とお前の二人で全世界を手に入れないか。なあ、オラはおめえの仲間に殺された。ウッパの父ちゃんを生き返らせてやるんだ。ほら、悪者の仲間になんかなりたくねえ。そうか、やはり戦うしかなさそうだな。だがさすがのお前もこのバトルジャケットにはかなうまい。レッドリボン軍再建のため、そん
でもらうぞ。冒険してステージを選んでくれよな。一応やってみっか。ボールが見では。おい。うめ。うん。うん。うん。い。め。うん。わし。と、なみ。ハメ！ハメ！
よくここまでたどり着けたの。まずはここ悪魔の便所で最初の戦士と戦ってもらおう。そこは猛毒の沼じゃ。落ちたら死ぬぞよ。相手は戦う紐のミイラ君じゃ。冒険してステージをいっちょやってみっか。Thank you.
ここまでたどり着けるとは、やはりただの小僧ではなさそうじゃの。じゃが、次の戦士は先ほどのようにはいかんぞ。オークマン、出番じゃ。おう小僧、俺様の故郷に連れてってやろうか。地獄にな。冒険してニッチョやってみっか。おい、ん？なんだ？よっ、ん？無天路？ん？どこ？そう。そう。いや、もし、それ。強く握られると力が抜けてしまうんだ。なんじゃと？そんなことわしも知らんかったぞ。さすがにあいつは達人だな。あんな弱点を見抜くとは。そうか、やはりあやつの正体はまさかとは思ったがの。あやつ弱点を見抜いたわけではない、知っておったのじゃ。ちょっと、それってどういう意味？あやつは死んだ悟空の祖父、孫悟飯じゃよ。ほい！はっ！ほっ！ほっ！はっ！ほっ！はっ！ほっ！ほっ！ほっ！しつこいやつじゃの。
まだ参ったと言わんつもりか。はよ降参せんと死んでしまうぜよ。ひいっかよの、じゃん、注意ま、やで、そう、じ、じ、ば、じ、いい、無点、そしだったら、やい、もん、占いこれで、で、は、無点、わしは、あ、じ遠い目バイバイ。ん？じゃのおじちゃん、ほらこ。あのこのとしか。あの。冒険してるステージをエミッチョやってみっか。占いババ。あいつのうろあやつ何おめえあったら我はしかしいいよ約束だちょこれが天才である私が発明したピラフマシーンだ。行くぞ、シュッ、マイ。奴にピラフマシーンの恐ろしさを思い知らせてやるのだ。了解です、ピラフ様。はめ！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 
し、ではやはりあいつの弱点である尻尾を握る作戦を決行するしかないな。よーし、行くぞ。尻尾にぎにぎ作戦だ。ははっ、よし、尻尾を握るぞ。どうしたんです、ヴィラク様。なぜ尻尾を握らないんですか。尻尾がないのだ。どうしましょう、ピラフ様。こうなっては実力で勝つしかない。シュー、マイ、合体するぞ。わかりました。それ、合体。どうだ、驚いたか。かっこいいだろ。覚悟しろ、小僧。叶えてやる。パッ、リリーダ。はい。 お願いします。
します。僕の殺された父上を生き返らせてください。できっか？たやすいことだ。叶えられん願いはない。私は確かあの殺し屋に。悟空さんがドラゴンボールを集めて生き返らせてくれたんだよ。なんと、そうだったのか。願いは叶えてやった。では、さらばだ。孫悟空、私ちゃえもうまた、はい、じゃら、さよ、はい。あいつの、あ、よい。だけど、へ、だったら、あ、実は、じゃあ、お、わ、今それが、よく、知っては、わかった。こりゃある。へ。さらなる強く。冒険してステージを選んでくれよな。一応やってみっか。あれから準決勝。俺と正しさ、勇者持ち、そうだ、俺は、あ、そう、確か、わしは、では、引き続き、準決勝第2試合を始めます。試合を行います選手は、なんと、どちらも神戦にノーデスさん、カレリン選手対孫悟空選手です。
負けねえもんね。勝っちゃうもんね。ファイト。アメアメファイト。おい、私の驚きのあまりに何かにも最高です。まだ前線から守る。おっと、勝負はあれです。ゲイスロー。もう一回叩けて楽しかったぞ。冒険スピッチョやってみっか。大正解。そして果たして僕あよ。はい、それでは。少しは楽しませてくれよ。ファイト。アメアメファー。これは素晴らしい。目にも止まらぬ連続攻撃だ。アメアメファー。これはすごい。アメアメファー。やめ。手だと俺は。まともにやり合っては、さすがの俺も分が悪いようだ。忠告しておく。ん？この技をまともに食らえば、さすがの貴様も間違いなく死ぬ。貴様は殺したくない。だから避けろ。いいな。避けるんだぞ。
オラの残った力の全部をかけるく。あーねー、俺には全く通用せんぞ。なんとカメハメハを推進力に利用して体当たりした。よし、これでオラが、うわ、選手ホーン。なんと走っていた自動車に先に当たってしまいました。展開値は天津飯選手に決定。オラ負けちまったのか。ではまた。しかし、本当だ。いる。しかし俺が。だが。しかし。すまね。ところでお主たち。冒険指定ステージを選んでくれよ。一応やってみっか。クリリン、クリリンをピッコロだ。この辺りのはずだ。あいつは間違いねえ、クリンの仇だ。貴様、生きていたのか。クリンの仇、絶対に許さねえぞ。俺様とまたやろうってのか。手も足も出なかったくせによほど死にたいらしいな。腹いっぺい飯を食った。昨日のオラとはじーっと違うぞ。ほほう、どう違うのか見せてほしいもんだな。
死に。おい、このど、な、よん、あれ、ど、うろ、そんな。冒険してステージをみっちょやってみっか。なに、おれ、おい、すぐ、なに、上だ、ゲジ、シンバルとタンバリンを倒したのは奴ということか。あんな豆粒のようなガキにやられるとは、魔族の恥さらし。おい、おめえ、クリリンを殺した奴の親分か。結構武術がいけるらしいな。わしの戦士を二人も倒してくれたようだし。おめえも倒してやっさ。そんでドラゴンボールを消してもらう。そうか。このピッコロ大魔王の恐ろしさを知らぬか。まあ無理もなかろう。かなりの年月が経っておるからな。知るか、おめえなんか。私は武道家を見るとつい殺してみたくなってな。お前のようにアリの糞ほどのクソガキでもだ。せえ、ナメクジの糞。ではなかなかやるな。だが貴様にこれが避けられるか。なんだ。はあ。
しおつ確か奪いこの冒険しているのに、ちょやってみっか。しょうが、おい。よっ。しょうなかりんうおそこそんかいドラゴンボそのしゃあ出てこいシェンロンとやらよていたあの頃にな。どうだ、できるだろう。たやすいことだ。おお、これだ。このあふれるパワー感だ。戻ったぞ。若返ったのだ。願いは叶えてやった。ではさらばだ。残念ながらそうはいかんな。
冒険してステニッチョやってみるか。しぶといやつだ。心臓を握りつぶしてしまえ。ちくしょう。スーリア。の。こいつは驚いた。確かに息の根を止めたはずだったがな。逃げろソン、すぐに逃げるんだ。そうはいくか。この俺を突き飛ばしておいてただで済むわけはねえだろう。その通りだ。こういうバカどもは死なねばわからんのだ。死にこのまだガキの。ではなく、このわしを投げ飛ばしただと。このわしを、ピッコロ大魔王様を。おのれ、覚悟はできておるだろうな。今度は二度と生き返れぬようにコッパみじんにしてくれるわ。
終わった。とうとう終わったぞ。粉々に消し飛んだ。いやほほ。なるほど。あいつの武空術があったか。死ぬ時がほんのわずか伸びただけだ。絶対負けねえ。俺がおめえを倒す。
まだ俺はお前に。どうしか。ああ。もしもし、テレビ、あのさ、うん、誰？素晴らしい未来、宝の鍵はここ。